さあ今度ライト君こちらの方にお願いしますよ。さあこのハリスホークは非常に飛ぶのがうまいんですが、もう一つよく知られているのが社会性が高いタツとしても知られております。一言に社会性が高いというふうに言われてもよくわからないと思うんですが、こちらのタカ実はですね、猛禽類の中では珍しくて、野生で群れで狩りを行うそうなんですね。群れで狩りを行う動物というと皆様ライオンとかのイメージがあるかと思うんですが、それと同じように他の仲間とコミュニケーションをしっかりととって野生では狩りをしているんですね。皆様がよく知っている他のタカや、あとはフクロウというと野生では1羽で狩りをすることが非常に多いんですが、このハリスホークは群れでグループを作って狩りをしますので、1羽では捕まえられないような自分たちよりも大きな獲物を捕まえることができるんですね。さあこちらお客様の後ろの方にもいますか。頑張ってくださいね。さあギリギリをかっこよく飛ぶことができております。今日は素晴らしい絶好調でナイト君頑張ってくれております。このハリスホークという種類ですね、すごく頭がいいんですね。頭がいいのでいろいろな遊びを覚えてしまいまして、この小中にもたまに遊びを行ってしまうんですが、ナイト君が持っている遊びの中でちょっと唯一厄介な遊びがあります。それがですね、山の中にこもるというちょっと嫌な遊びを覚えているんですね。バードショーの最中にたまに遊びに行ってしまうこともあるんですが、今日は真面目に頑張っておりますが、さっきからチラチラ後ろの方を見ておりますね。山の方に誘惑があるのがなんとなくわかるんですが、もう少しナイト君頑張りましょうか。こちらの方じゃあもう一回来てもらってもいいですか。こちらです。なんとなく反応がどんどんと鈍くなってきてるね、感じるかもしれませんが、ナイト君頑張ってね。あと2回飛んできたら次の主役にバトンタッチをしたいと思いますよ。頑張ってください。こちらです。さあチラチラ山の方を見ておりますが、こっちです。頑張って誘惑に負けないでください。こちらです。まあ今日は暑いですのでね、山の中に入って涼みたくなったんでしょうか。まさに言った直前直後にですね、このように山の中に入ってしまいました。山の中に入ってしまうともちろんすぐに帰ってきます。3分で帰ってくる日もありますし、3時間コースの日もありますので、今日はできれば3分コースでお願いをしたいと思います。このハリスホーク、森の中に入ると実際皆様どこにいるか分かりますか。全然分かんないですよね。私も全く分かりません。ハリスホーク自体の色がちょっと茶色っぽい地味な色をしておりますので、こういうふうに森に入ると捕まえる獲物から見つかりにくい色となっているんですね。ではナイト君分かりました。じゃあ今日はですね、おまけしてこのあと1本飛んできてもらったら次の主役準備ができましたので、ナイト君の出番は終わりにしたいと思います。私も全くどこにいるか、ナイト君、あ、来ました来ました。最後1本と言いましたが、ちょっとタイミング悪いのでもう1本頑張ってもらいましょう。ごめんなさい、もう1回だけお願いしますね。最後1本、じゃあこちらのお客様の間を通ってもらって終わりにしたいと思いますよ。ではナイト君、最後の1本です。こちらまでお願いしますね。こちらのお客様の間をしっかりと飛んでもらって、次の主役にしっかりとバトンタッチをしたいと思います。ナイト君こちらです。頑張って、お客様の間をしっかりと縫って飛んで、かっこいいところを見せてご挨拶をしたいと思います。さあではナイト君最後の一本です。お願いします。あれあれ、まあこういう日もありますよね。ナイト君頑張りましょうか。じゃあまた山の中に行きましたか。わかりました。ナイト君どうですか。じゃあ最後一本本当にこれで終わりにしますので、次の主役出番がしっかりと準備ができておりますので、こちら戻ってきたらご挨拶しましょうか。さあどうでしょうか。ナイト君こちらですよ。
中笛の合図というのがこちらにご飯の準備ができてますよという合図になりますので、これが聞こえると内藤君はしっかりと反応してくれるんですね。さらには鷹の視力というのは人間よりもはるかにいいです。人間の8倍から9倍ぐらい視力があるそうなんですね。なので私たちから声見えてなくても内藤君からはしっかりと見えておりますので、ちゃんと私が持っているご飯の量とかもちゃんと見ているんですね。それを見てちゃんと山の中から出てくることができるでしょうか。内藤君、じゃあ最後の1本で本当にいいので、こちらでしっかり出てきてもらったら皆様の前でご挨拶をしたいと思います。一番最悪なパターンはこのままバードショーが終わることですね。内藤君どうですか、来ることできますか。今私とびっきり大きなご飯を持ってますのでね、この大きなご飯でぜひとも見つけて飛んできてもらいたいと思います。よくこのショーをやってると、ご飯って何をやってるんですかというふうに聞かれることがあるんですが、もちろん肉食ですのでお肉をあげております。しかしお肉といっても私たちがよく食べる切り身なんかのお肉ではなくて、丸々小動物をあげているんですね。よく皆様が目にするのはネズミなんかのご飯なんです。ネズミというご飯なんですが、そういうご飯をしっかりとね丸々あげております。さあ内藤君どうですか、そっちから見えてますか。私からは本当に全然見えていないんですけど、内藤君はこのように山の中に入るとたまにねお土産を持ってきてくれることもありますね。お土産というのはね、その辺の草の葉っぱなんですけど、私たち全然いらないんですが、内藤君はしっかりとねそういうのも持ってきてくれることがあるんですが、どうでしょうか。皆様暑いですからね、そろそろ内藤君には持ってきてもらってご挨拶をして終わりたいと思うんですが、私ももう話すことが何もありません。内藤君どうですか、音沙汰も全くしませんけどね。内藤さんこちらです、来れますか。さあ内藤君どうでしょうか。本当にどこにいるか全く分からない。あ、来ました来ました、最後の1本なんとか戻ってきてくれましたのでご挨拶をしたいと思います。少し遊んでしまいましたが頑張ってくれました。こちらハリスホークのナイトでした、ありがとうございました。はい、ナイト君お疲れ様でした。今日はちょっと後半戦はまったり気味ではありましたけれども、前半とってもかっこよく飛んで頑張ってくれました。さあそれでは続いての主役はこちら側から歩いて